すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はいどうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。好きな柱は大黒柱です。よろしくお願いします。はい、レベッカチェンバースでやっていきます。おっと、キラーは鬼、警戒が発動しましたね。さあ本日のパーク構成は警戒、癒しの輪、血族、レッドハードの4個です。さーて発電機回していきましょうかね。なんか近くにも封筒ありそうな感じ。はい、警戒が発動。発電機が1台が4割ぐらいで、私のところが2割ぐらいですね。さあ1人ダウンしてしまって、鬼のね進撃のゲージが溜まってしまっている。さあ共鳴する苦痛がありますね。すぐに離れたってことは、死人のスイッチとかもあんのかな。そのまま変民救助行くかな。救助は無理やな。あ、救助行った。そうなんやね。じゃあ発電機続きやっていきましょうか。さあクエンティンがそのままトンネルされてしまう。さあ救助した人の半分ですね。これはクエンティンをすぐに救助してあげないときつい。しまった。これはきついな。今のミスやね。ここにアジテーションついてますね。生存者運ぶ速度が速かったな。さあ癒しの輪をねどっかに設置したいな。どうもありがとう。どこにあったっけ。ここあるな。さあトーテムを恵んでいく。ん、キャッチされてるぞ。悶絶のフックがね、厄介ではあるな。保有が、
ゼロまで行ってるやん。表明入るんかな、また。あの位置に鬼がいて、そっちから来るぞ。いやー、警戒がね強いんですわ。鬼が来る方向が分かっちゃうんですわ。さあ、ここの中央の発電機ね。うおー、イラップかい。あー、厳しい。さすがに厳しいぞ。これは回せないな。クションを入れていく。ワンパンされることが多すぎてやばい。わあ、また鬼の進撃来る。逃げ切ってくれ。イラプションはきつい。よし、リユンジンの方行きましたね。この辺でチェイスしてる。おう、地下に逃げてったんか。イラプション入れて、声聞かれてへんか。オッケー。さあ、残り2台。向こうは、あー、直しきれへんかったか。この発電機の進行度がね、目に見えてわかるのはちょっとサバイバー側強いですね。完全に今までなかった機能なんでね。うわー、イラプション食らっちゃうのか。大丈夫か。あー、おー、あれ、イラプション発動せんへんかったな。共鳴が来るぞ。共鳴が入ってしまった。残
り2人になってしまいましたね。いや厳しい戦いやな。もうすぐそこにおるやん。あ、違うか。そうやんね。癒しの輪を消しはったな。二人で直してた発電機、そんなにまだ戻ってないんちゃう？この辺。てか、フェンミンちゃん、回復までいけずか。ん？うん。さあ、釣るんですか？あ、釣るんですか？これじゃあ、ハッチ戦になりますね。こっちの方にハッチ湧くような気がする。この辺にかけよう。来い。ないな。あ、ある、ある。ナイス、ありがとうございます。最後鬼怒ってたよし。いやー、3人の尊い犠牲の上にね、私は脱出できましたよということなんですけれども、はい、私のね好きな柱、トラップにかかった方はいらっしゃいましたでしょうか。好きな柱ってね言うと、やはり鬼滅の刃のね柱、誰なんやみたいな感じにねなるかなと思ってですね、実はこのサムネイルにね、こう好きな何々はみたいなのをね書くようにしたんですけども、それはねちょっとねこれをやりたかっただからなんですね。好きな柱はって書いといて、誰やろう、煉獄かなみたいなね思わせといて、はい、大黒ですふざけんなーってねいう感じですかね。ていうか、そもそもそこまで引っかかってもない方には何を言うとんねんっていう感じにはなってしまうんですけどもね。はい、好きな柱は大黒柱でございます。一本筋の通ったね男でいたいと。はい、もう建物の中央でねしっかり全てをねこう支える、そんな大黒柱のような男でいたいと、はい、そう思っております。はい、キラーさん、鬼めっちゃ回してるやん。97やで。鬼のプロかい。あ、反乱するフンヌ。あれ？これあったっけ？あ、これはあれか。サバイバー目線では見えへんやつか。そうやね。救助者が、居場所が分かるやつですね。なんで、トンネルせずにね次々に狙っていってたっていう感じやったんですかね。でイラプションがあって、共鳴する靴、観察&虐待があったんや。これはちょっと気づかんかったな。サバイバーのパークでは、あ、このフェンミン警戒つけてますね。私とめっちゃ似てるパーク構成ですね。
警戒血族デッドハードをかぶってますね。まあ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 、ユンジンさんがね、ウィンドウズオポチュニティしなやかと組み合わせるって感じかな。はい、そんな感じでした。久しぶりのねハッチ脱出になったんですけども、こっちの方にハッチ湧くんちゃうかっていうね予想で最後ね、ボロゴ屋の方に向かっていったんですけどね、予想が当たってて、いや良かったですね。まあね、ハッチ戦は基本運になりますし、試合自体はねもうキラーさんの勝利だったんでね、なんかすごいなんていうかな、這いずり放置したりとか、なんかあんまり時間をかけずに脱出も許してくれた、はい、結構イケメンなキラーさんでしたね。はい、マッチありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありゃっす。デッドバイデッドライト。